はい、おはようございます。炭酸世代のアンチです。今日もですね、動画を見ていただき本当にありがとうございます。今日もですね、自律神経と発達障害の話をしていきたいと思います。前回はですね、発達障害のって言われている方は自律神経のその切り替えがうまいこといかずに、自律神経の動きが弱いってよく言われるんですけども、そういう割合が多いというお話をしました。でですね、それが、別に発達障害だからといってですね、別に人生の引け目を考えずに、で改善、いわば緩和していくっていう方法があるって僕は今お伝えをこの間したんですね。で今日はですね、そのお話をしたいと思います。でですね、何かというとですね、一つ、発達障害って仮にですね、自分の子供が言われたとしたらですね、やはり将来のこと考える、将来この子大丈夫かなって正直思うんですね。自分自身もそうだったんで、やっぱりこの子は大丈夫かなとか、協調性ないかなとか、あるかな、大丈夫かな、喧嘩しないかなとか、いろいろこう悩んじゃうわけなんですね。で、それがですね、やっぱ社会的な問題と、やっぱ、体身体的な問題っていうのがあります。はい。でこれがですね、社会的な言ったのが、僕が今言った、協調性とか、ね、とかいう問題です。これが一番の問題ですね。協調性がなかったらですね、社会に自分がこう弾き出されるんじゃないかなとか、仕事がうまくできへんのじゃないかなとか、人間関係がうまく構築できないから、ずっとですね、一人で生きていかないといけないんじゃないかなってい こう不安を感じると思うんですね。でですね、もう一つ、これが僕のポイントなんですね。身体的な問題なんですけども、発達障害の方は、この何て言うんですかね、体温であったり感覚ですよね。この鋭いと鈍いがあるんですけど、ここのね、スイッチが超苦手なんですね。例えば、暑いのに、長袖着たりとか、寒いのに靴下履いたりとかですね、温度調整が非常に苦手です。で、お風呂一緒に履いててもですね、一人で気づいたらのぼせたりとか、そういうことをするんですね。そういうことになっちゃうんです。でですね、一番僕がすごい記憶に残るのがですね、熱が出やすい、風邪ひきやすいんですね。体温のコントロールができないから、熱出しやすい、高熱です、熱を出しやすいとか、朝起きれない、ね、こういう体調があるんです。痛みを、痛いとあんまり、痛いという感覚が鈍い、痛みの感覚が鈍いんです。これね、こういう形が発達障害の方で非常に多いパターンです。でですね、これを考えたらですね、この自律神経の施術、自律神経の失調症の施術をしていくとですね、ある程度この緩和できるんですね。要は、アクセルとブレーキをうまくコントロールできるようにしていくんです。まず一つはね。でですね、これができるようになったらですね、協調性とか、チームワークとか、その感情にもスイッチが入ってくるんですね。スイッチ切り替えができるんですね。で僕が思うにはですね、ここがやっぱり一番のネックになると思うんですけども、まずあなたの、周りとかですね、来られてる患者さんとかでですね、なかなか、施術しても治らないであったり、自律神経のその切り替えがちょっと、いわばうまくいっていない、なかなかいかないとかですね、そういう方はもしかしたら体温とかのそういうね、こういう発達障害のそういう症状に近いかもしれないです。そういう方にはですね、徹底的にですね、自律神経の施術をどんどんしていってほしいと思います。ぜひですね、あなたの身の回りにおられたらそういう方をチェックしたりとか、身の回りにいたらそういうアドバイスをですね、してあげてください。はい、こんな感じですね、自律神経と発達障害についてお話ししました。また次回お会いしましょう。さよなら。